はいどうも、秋田健です。はい、ということで2022年新年一発目のスニーカー紹介やっていきます。今回のスニーカーはこちら、エアジョーダン11クールグレーでございます。はい、ということで一発目が今年買ったやつじゃないんかいということで、すいませんね、もう去年買って紹介できてないのがちょいちょいありまして、でもまあこれほんとかっこいいのでぜひ紹介させてください。で、箱はこのクールグレーに合わせた配色になっております。はい、で今回の AJ11 のクールグレーが2001年にオリジナルが出ておりまして、2010年に一度再販復刻してるんですけれども、で2018年にローのモデルが、一旦出てきまして、今回満を持して11年ぶりにですね、このシューズが誕生した20周年を記念して2度目の復刻がなされましたと。ということはそのトレンドで言うと、次出るとしたらまた10年後の30周年の時ということになりますから、気になってる方はですね、どうします？そんな待てますか？行かなくていいっすか？いつか今のところ二次流通でも30センチとかデカさえは、まあ、ちょっとプレってますけど、いわゆるゴールデンサイズに関してはほとんど低価なので、少しでもですね気になってるっていう方は今買いやすい時に行ってしまっていいと思います。でまずこのクールグレーのナイキのスニーカーズでの売り文句がすごいんですよ。結構攻めてますよ。はい、クールさを極めたクールグレーのシューズが登場と。わかりますかね、極めたって、極めたってこれ以上ないということですから、今の段階ですとこれが一番クールなスニーカーということなんですよ。公式の意見として、これは私じゃなくてスニーカーズで言ってますから、これ以上クールなものは今現在存在しないです、絶対に。次にこの AJ11 というモデルについてですね、軽く触れていきたいと思います。エアジョーダン11について。はい、で AJ11 といえばジョーダンが1995年に1度目の引退からシカゴブルーズに復帰をする際に履いたことで有名な AJ シリーズの中でもですね屈指の人気モデルでして、で本作クールグレーはワシントンウィザーズにて2001年に2度目の引退復帰の際に履いていたモデルなんですね。つまり MJ の復帰の節目にはこの11がついて回っていると。でデザインしたのがティンカー・ハットフィールド。ティンカー・ハットフィールドはナイキの創業者であるフィル・ナイトと同じオレゴン大出身で、もともと建築を学んで1981年にナイキ専属の建築家として入社したんですが、1985年にデザイナーに転身したと。その後数々の名作を残しております。でオレゴン大の建築の教え方っていうのは人にこうフォーカスをしていて、どんな建物が望まれているか、人のため人ありきのデザインというのを最上位概念に置いてたそうで、その思考がスニーカーのデザインにもつながっているそうです。で、この11開発にあたっては1993年、マイケル・ジョーダンが突如現役引退を表明、その後プロ野球へ、挑戦しておりまして、当時はですね、まあ、様々な意見、まあ、波紋を呼んだそうで、 MJ のシグネチャーシリーズであるエア・ジョーダンも当然その余波を受けます。多くの人はエアジョーダンの歴史がもう終わってしまうと感じていたわけでして、実際 AJ10 でシリーズをもう終了させようという声動きもあったようなんですが、当時ティンカー・ハットフィールドを含めた関係者数名がですね、ここでシリーズを終わらせはしないと、仮にこのままジョーダンがバスケットボール界に戻らなくていなくなったとしてもシューズは存続することはできると信念を曲げなかったんですね。ここでサジを投げないことで、数十年経過した今でもまだ我々が熱狂できているわけでして、そんなことをこの時ティンカー・ハットフィールドも知る由はないんですけれども、彼は自分の直感を信じて並々ならぬ覚悟でですね、最も優れたアイデア、テクノロジー、イノベーション、これをジョーダン11に注ぎ込んで、
言葉にすると野暮ですけど、本気で革新的なシューズを作ろうと。で、後に究極のシューズとも呼ばれるようになるエアジョーダン11、こちらの開発に踏み切ったわけです。そういう背景があるとちょっと胸熱ですよね。デザイン、素材について、はい、では全体を見ていきましょう。上質なエナメルレザーと同じく上質なヌバックレザーが使用されております。で、このエナメルレザー、まるで新車のようにキラキラ光っておりまして、簡単に汚れを落とすことができます。で、ヌバック部分なんですけれども、わかりますかね、実際にこれ生身で見て触るとわかるんですが、ものすごい上質な、ヌバックが使われております。値段の高さがですね、実際にクオリティに還元、されていて、相当全体的に質がいいです。で、側面には刺繍でジャンプマンのロゴがありまして、ヒールは少し分かりにくいですが、ジョーダンの背番号の、23の文字がございます。相当当時のオリジナルを再現しておりますが、アウトソール部分は当時のモデルと異なりまして、ブルーの半透明のクリアソールになっております。靴裏がこんな感じですね。履き口がこんな感じになっております。後ほど、着用もしてみますが、見た目はきつそうですね。で、この2の部分なんですけれども、スターウォーズのストームトルーパーに似てるなぁと僕思ってて、あんまり周りの友達は共感してくれないんですけど、ストームトルーパーのヘルメットのトゥルンとしたとこに見えて好きなんですけど、まもなくキスとスターウォーズのストームトルーパーのセーターが届くので、まあ、それと合わせたいですね。で、スニーカーとしての見た目の美しさだけではなくて、シンプルに機能性も高くて、アッパーの下部のこのエナメルレザーが高い耐久性、そして足の動きに対するサポート性を両立しております。ナイロン製のウェビングループを用いた独自のスピードレーシングシステムというものを取り入れまして、機能性、利便性、デザイン性、それぞれを高い水準で発揮する、最高のアッパーとなっております。で、続いてミッドソールなんですけれども、特にこのミッドソールの機能が絶賛されておりまして、この中にあるカーボンファイバープレート、ちょっとかあえて硬めにすることでスピードを生み出している。そしてフルレングスで搭載されたナイキエアーですね、それがクッション性を発揮して、カーボンファイバープレートの反発性、ナイキエアのクッション性、絶妙なバランスに調整されたミッドソールになっていて、現代においても最新のバッシュと比較対象になるぐらい高い機能が保証されております。すごいですよね。実際に履いてみよう。はい、ということで次は実際に履いてみたいと思います。 VTR どうぞ。はい、履いてみたらこんな感じです。まずサイズなんですが、僕ローはだいたい27履いていて、フォースマンもダンクも、27なんですけど、ハイは AJ1 だったりダンクとかは 7.5 なんですが、この11は28にしました。で、結論28で良かったですね。他に堺の LD ワッフルとか AJ4 とかも28なんですけど、11も少し小さめのモデル、なんですかね、見た目もシャープなので、ワンサイズ上げてみました。で、履き心地なんですけど、かなり歩きやすいです。地面に足が着地する感覚としてはカーボンファイバープレートの効果だと思うんですけど、結構固めで歩いてるなって強く感じます。変な感じではない、心強い感じで、トントンと反発があるので走ったら速そうです。僕は好きです。次、全体がこんな感じです。で、上に着てるのがキスの、去年のウィンターで出たチェックシャツなんですが、3色展開で第一候補の色が売り切れで、これとあと1色あったんですが、意外とこれ試着したら、しっくりきちゃってですね、どこかのタイミングでふと衝動買いしたものなので、全然動画とか、回してないタイミングだったものですから、ちょっと紹介の機会なかったんですけど、視聴者さんでこれ狙ってる方いるようで、サイズ感気にされていたので着用しております。これで S サイズとなっております。僕的にはちょうどいいです。参考になれば幸いです。で、足元どうですかね。良き良きですよね。
グレーのシューズってホワイト張りに合わせやすいので、割と何も考えずに履けちゃうカラーだと思ってて、でイレブンのフォルムなんですけど、思いっきりバッシュなのににもかかわらずそう見えづらいというか、エナメルレザー特有のラグジュアリーさが最高です。はい、ということでいかがでしたでしょうか。街でイレブン見かけるとフォースワンとかダンクとか AJ1 と比べるとあんまり見ないので、結構目で追って見ちゃうんですけれども、このクールグレー見てよし、履いてよし、次に出るのは10年後かもしれないので、ぜひ行こうかな、どうしようかなって悩まれていた方は、今のうちに定価で手を出しやすいうちにですね、行っちゃっていいと思います。はい、今日の動画はここまででございます。いつもご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルは私秋田健がスニーカーを中心に好きなものをご紹介していく、チャンネルでございます。今後も新しい情報を発信してまいりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。 Good sneaker take you to good place。 それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。